皆さんこんばんは、ふうです。今日はですね、購入品の方を紹介したいと思います。最後までご視聴いただければ嬉しいです。はい、最初に、子どもたちの雑誌を買いました。児童書ですね。はい、娘用は、はい、姫組です。まあ、付録が、プリンセスプリキュアのドレスアップキーだったので、はい、こちらを購入しました。キュアマーメイドので買ってきました。一応付録はもうちょっと開封済みなんですが、はい、こちらですね。プリンセスパフュームに刺すとオリジナルのメッセージを言うみたいなのですが、うちはプリンセスパフューム持っていないので、まあ、機会があればということで、ピンクの付録でこちらフローラのキーは入ったので、あとトゥインクルのが手に入るといいなと思いまして、でこちら、今日セリアさんの方で2つで100円だったんですけど、お誕生日にパパに衣装買ってもらったので、それにつけられればなと思ってカラビナ買いました。ハート型だったので、まあ、ちょうどよかったかなと思います。はい、こんな感じでつけてちょっと遊んでいます。はい、で息子は、はい、これかな、小学2年生です。ちょっと付録はまだ全然作ってないんですけど、ちょっと、そうですね、こちらの情報が載っていたり、ごめんなさい、ちょっと見づらい、こんな感じですね。妖怪をちょっと友達ウキウキペディアの最新情報ですかね。にゃん妖怪。ちょっと最近うちはもうこっちが全然やってないので、で、はい、セカンドライブのプリパラのドリチケ、ドリマイチケ、実際の大きさですっていうので、あとこうでも紹介されてましたね。ちょっと見づらくてすいません。あとはまあ、パラパラっと読んで、一応、アイカツだと、これプリパラですね。はい、一応こちらでもご当地ドレスデザイン、募集しているみたいですね。チャオさんと、あと1年生、2年生と、あとはプッチ組ですかね。はい、4子共催なので、まあちょっとまだ娘と構想は練っております。出すかな、はい、出せたらいいなと思っていますが、あと一応アイカツの情報もパラパラって載ってたんですが、あ、ここか。はい、じゃあ大体オフィシャルさんとかチャオさんとかでも載ってるんですけど、一応ユニットコーデ紹介と、一応アイカツ8大投票の紹介と、一応なんかクイズみたいなのがあって、ちょっと息子と娘がやってましたね。で、来月の付録がどうやらプリチケがつくようで、オリジナルデザインって書いてあったんですが、どこだったかな、お待ちください。あ、ここですね。はい、こちらなんですけど、こちらのプリチケオリジナルコーデがつくみたいなので、これ娘にあげるって言ってましたね。はい、だいたい息子は女の子の付録とかがあるとくれるので、娘はとっても喜びます。はい、結構1年生2年生だとアイカツとかプリパラの付録がついてるので、まあ、助かりますね。よかったです。はい、こちら、購入品以上になります。本は、はい。あと、隣の店舗のセリアさんに行ってきました。まあ、ちょっとメインは、まあ、サンダル。というのも、まあ、息子が明日から、
学校のプール開きでちょっと必要だったよ。これちょっと娘のサイズなんですけど、はい、ちょっと息子のも用意しちゃったので、一応娘と、はい、息子1個ずつ買ってきました。まあ、ワンシーズン使えればいいかなという願いです。はい。で、先ほど紹介した、カラビナキーホルダー。もうちょっと今1個使っているので、こちらもう1つです。壊れた用のストックで取っとこうかなと思います。あと、ゴム。はい、娘のゴムです。紙縛る。あと、このパステルカラー持ってなかったので、まあ、いいかなと思っています。あとは、私のゴムです。はい。まあ、ワンシ、もうちょっと使えればいいかなと思って買いました。あとは、こちら。収納ボックス、マスキングテープだですね。で、こちらがあのミニーちゃん柄なんですよ。かわいいんですよね、リボンで。あの、普通のタイプのセリアさんで買ったのを持っているので、はい。ちょっとミニーちゃん柄しかなくて、ミッキーもあるのかなと思ったんですけど、はい。とりあえず1個買ってきました。あと、テーブル&椅子足カバー。4枚入り。はい、うちのテーブルにつけようと思います。こちらイヤホンピンクですね。こちらとスマートフォンからタブレットまで対応。はい、置き場ですね。スタンド、ここがいろんな色、何種類買ったんですけどピンクにしました。こちらコップクリーナー。あの、今息子が水筒を学校に持っていくので毎日洗うの大変なんですよね。で、ちょうどいいのが売っていたので、はい、即買いでした。はい。で、息子のサンダルも入れて計10点購入してきました。はい、購入品の紹介は以上になります。最後までご視聴していただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録やコメント等よろしくお願いします。バイバーイ。